ウクライナで戦争を現地で主催したジャーナリストが考えたこととはと、16日になされた閣議決定の翌日、金平さんは滋賀県大江八幡市のホールで講演した。テーマはメディアの現場から見た戦争と平和憲法それ。平和憲法じゃないです。平和天憲法になってますね、ここね。平和憲法とは言ってない。平和天憲法。 えー、市民団体、憲法9条を守る、大見八万市民の会、などが主催し、約150人が集まった。なんかもうまさにね、すごい人たちの集まりだな、っていう気がしますよね。って、憲法9条を守る、なんとか市民の会って、ちょっと共産党系なんじゃないかな、とか、なんか、あれこの人、このビラ配ってる人、前共産党のビラ配ってた人と同じじゃない、あのおじいちゃんだ、みたいなね、駅でおじいちゃんあれ本当共産党ってお年寄りをですよね。 おじいちゃんたちが戦争を反対と、若い人を戦争に送るなとかなんか言ってますけど、若い人たちが賛成しててですね、おじいちゃんたちが反対する。不思議な光景ですよね、これね。で、150人が集まった。ね、これ150人しか集まらないんですね。逆に言ったらね。この人有名じゃないですか、TBS のね、金平さんってね。やっぱりでもね、聞きたくないんですよ、普通の人たちは。一般の人たちは聞きたい。だからちょっと、 特殊な人たちがね、やっぱりこう聞きたいというふうに思うんじゃないんですかね。もうやっぱり憲法9条を守るなんとかの会って聞いただけで、やっぱりちょっとやめてほしいなと。憲法9条を守る前にね、日本を守ってくれよと。俺たちのね、国を守ってくれよというふうに思うのが私はね、自然だと思うんですよね。だけどそういう考え方はないみたい。で、金平さんはロシアによる侵攻の直後、ウクライナ南西部の街に入って取材した。 空襲警報が鳴り、市民と一緒に防空壕へ避難した。厳しい寒さの中、国外へ脱出する人が国境で列を作っていた。それでも赤ちゃん連れや妊婦が来ると自然に先を譲っていたという、人間の基本が残っていてすごいと思った。戦争の、ね、中逃げていく際にもね、赤ちゃん連れや妊婦が来ると自然に先を譲っていたと。人間の基本が残っていてすごいと思った。この人、私、やっぱりこれも、 お、おそらくウクライナのこういう事件、事象があるんでしょう。でもね、もっと極限状態になったらね、こんなこと本当にあるんだろうかっていうね、考え方もできますよね。どこまで人間のね、こういうものってね、あの、耐久性があるかっていうのは、これはね、あの、やっぱりナチスドイツとかをね、やっぱ読んでるとね、どうしてここまでできるんだろうと、同じ人間に対してね、で、どうしてこんなに残虐なことをね、 普通の人たちがですよ。本当にまさに普通の市民たちが、街で暮らしてたら何にも悪いことしない普通の道徳的な市民たちがですね、ユダヤ人虐殺とかに手を貸してるわけですよね。でそういうのを見るとね、人間って一体何なんだろうっていうことを考えるんですけど、そういうことをどうも考えたことがないらしくて、お、すごいな。 譲ってる。もうちょっとお勉強なさった方がよろしいと。私は思いますね。素直に単純に感動しすぎだというふうに私は思います。やっぱりね、ナチスドイツっていう事例、私はね、いつもなんか引用するんで、よくご返さんあの、私はね、ナチスがね、大好きなんですよっていうと、よくご返さない。ナチスを研究するのが大好きなんですよ。ナチスそのものが一番嫌いなんですよね。だけど、そ,その、 極限状況になると人間ってこんなことまでやっちゃうんだっていうね、そういうのを読むっていう意味においてはね、あの、すごい恐ろしいですよで。ウクライナでもですね、例えばウクライナ基金の時なんていうのはですね、もう本当にね、あの、ウクライナ基金っていうのはスターリンが人工的に引き起こした基金ですけれども、この時にはですね、大量に多くの人たちがですね、人が人を食べるっていうようなね、人食いまでね、行われた。街で子供一人で歩かせるとね、あの、いなくなっちゃうと。 いなくなっちゃうっていうのは誘拐して身の状況に取るんじゃない食べられちゃうって。こういう状況だってあるんですよ。だから極限状況になったらね、どうなるかわからない。まだこの状況だったから人間の気温が残っているように見えた。で、金平氏もまさかですね、この時にですね、自分自身がですね、殺されるとかね、覚悟してないでしょう。おそらくね。そこまでの状況になってないというふうに私は思います。これはあくまで推察ですけどね。 で、ウクライナの公共放送はテレビで繊維高揚の番組を流していた。いやですね、戦争になるとテレビはこうなる。これ普通に考えていただきたいんですけれどもね。戦争してる時に繊維高揚を煽らないテレビってのはあるんですかね私はちょっと逆に疑問に思いますよ。やっぱり その、ウクライナ頑張れっていうふうにやるしかないじゃないですか、それはね。一丸となって戦えというふうにやるしかない。これ、どこの国でもね、当たり前の現象だと思うんですよね。で、それ嫌ですね。戦争になるとテレビはこうなるっていうね、言ってる。じゃあ、テレビ局やめたらいかがというふうに思うんですけれどもね。で、戦争にならなくてですね、平時においてね、日本ね、嫌いだとかね、あの、なんかそういうことばっかり言ってるね、テレビの方は私はずっと嫌ですよ。 有事の時にね、国のために戦えというふうに言うのは、これはね、どこの国だって当たり前のことだと思いますよ。皆さん、この戦争を冷静に分析してですね、えこの戦争って、我々にも間違いがありました、なんということを言っててね、その子に勝てますか普通に考えてみて。しかも、ロシアが一方的に攻めてきてるんですよ、今回の件に関して言うなら。一方、BBC、 BBC ってね、イギリスですね。イギリスの放送は、ロシア兵の遺体のそばでリポートした。その兵士は少数民族のチェチェン人だと。チェチェンっていうのはですね、少数民族なんですけど、ロシアとね、戦って、まあすごいんですよね。血の起きてみたいなのがあってね、何代遡っても復讐しなくちゃいけないとかね、そういうのあるチェチェンって人、戦士として強いんですけれどもね。立場の弱い人が最前線に送られてるということを伝える必要なニュースだと話した。これね、でもね、 考えてくださいよ。ウクライナの公共放送と BBC がね、違う内容を流すの当たり前じゃないですか、そんなの。イギリスがじゃあもしね、攻められてる時にね、じゃあ第二次世界大戦の時にね、ドイツがね、えー、イギリスに攻めたとしたらですよ。その時にね、亡くなったドイツ兵はね、えー、実はあ、この人はね、ドイツってのはもう世界、あの、ポーランドとかいろんなところ侵略してましたから、ポーランド人だったと。一番弱い立場の人たちが殺されていました。BBC が放送すると思いますか 今国がね、ま、負けるかね、生きるか、生き残るかね、残らないかって言った時にね、そんな悠長なこと言ってられるかっていう話になると思うんですよね。これはだから、他国だからできるということ。これ立場の違いですよ。それ以外の何でもないと私は思いますね。ロシアによる侵略戦争であることは事実をしながら、世界にロシア嫌いが蔓延していることに危機感を抱く。私はね、ロシア嫌いではないですよ。ロシア料理も好きですしね。 ロシア文学も好きなんですけど。ただ、プーチンはね、やっぱりやってることは許せないですよね、えー。ロシアの世界的な指揮者やオペラ歌手が国際的な舞台から追放された。これもね、私はやりすぎだというふうに思っています。これおかしいんじゃないか。でサッカーのーワールドカップは出場禁止に。これもね、どうなんだろうと思いますけれども、 まあ、ウクライナの人たちからすればですね、どうなんだろう。なんで、ロシア人がこんな活躍してるのに見せつけられなくちゃいけないんだと。とかね、いろいろあるから。まあ、ここについては、私はね、まあ、これ中立的ですね。あの、いいとも悪いともなかなか言い難いという立場に立ちますね。もしこの、結局国を挙げてやるものですからね、このワールドカップっていうのは。クラシックコンサートの演目からチャイコエフスキーの曲が外される。これは馬鹿げてます、本当に。なんでですかじゃあ、 で、さらに、文豪ドストエフスキーさえプーチン大統領に褒められたことで人気が落ちたという。皆さん、ドストエフスキーはいい本です。読みましょう。ドストエフスキーを読むというのはね、私の人生にとっても大きな経験でした。ロシア文学の中で私はドストエフスキーがあーすごい好きですね。それからワシー・リー・グロスマンですね。この二人が好きですね。えだけど、プーチンが褒めたからね、えー、ドストエフスキー読まないと。これはバカげてます、本当に。 だったらね、ヒトラーが好きだったからワーグナー聞くなとかね、そういう話になってきますからね。まあ、馬鹿げてるというふうに思いますね。とても危険なことだが、戦争になるとこういうことになると。戦争になるとこういうことになるって言ってますけれども、仕掛けたのどっちだっていう話ですよね。ウクライナは守る側でしょこれ国際法的に言ったら個別的自衛権を行使してるだけですよ。これは合法のことなんですよね。ロシアがやってることは侵略戦争ですから、これは違法ですよ。まるで違うことですね。 侵略戦争に国際社会をどう対応するのか。一つは正義の戦争も仕方がない。もう一つはどのような戦争もしてもはいけないという考え。正義の戦争なんてない。大東亜戦争は正義の戦争と言われた。その事実やったことは、やられたことは何だったのか。いいですか皆さん。金平さんはえ、正義の戦争って、大東亜戦争も正義の戦争って言ったということで、えー、こう言っているわけですね。つまり、え正義の戦争。 で、ちょっと正義の戦争論を叩いてるわけですよ。すでにロシアの兵士、8万から10万人が死んでいるのではないかとされ、ウクライナの兵士は1万人以上が死亡したという、すごい数が死んでいる。正義の戦争をさせることが良いのか。今は正義の戦争論が圧倒的に強い。日本もウクライナを支援している。ずっと続く場合、これでいいのか考えなければならないと。でもね、ちょっと考えてくださいよ。 これね、正義の戦争と、すべての戦争はダメって言ってますけれども、正義の戦争だと言って他国を侵略しているっていうのとね、やっぱり私はね、この正義についてもね、やっぱり厳密に考えてみるべきだというふうに思うんですね。つまり正義の戦争って言ったときにですね、何かの正義というね、大義名分を掲げて他国に侵攻していく。つまりえ、現状を武力によって変更しようとする。何らかの正義を掲げてね、それが攻められたときにですね、 どうするか。つまりこれはね、自衛の問題ですよね。この時にね、すべての戦争はダメって言って、自衛の戦争もダメっていうふうに言ったらね、強い国が攻めた場合ね、弱い国はね、全部それに従えって言ってることと同じことになるでしょ。要するにね、この論理って、まるでね、なんかね、すべての戦争はダメって言って、あの、全人ぶってるかもしれないけれども、これ、侵略者を擁護する論理ですよ。つまり例えばですね、中国がじゃあ台湾を侵攻したと、した時に、 進行したと言ったときに、すべての戦争はダメと何台湾人立ち上がっているのとすべての戦争はダメ死んじゃダメとは一番喜ぶのは習近平でしょう常識で考えてください。じゃあ、例えばね、正義の戦争はね、で私はね、正義の戦争っていうのはね、あると、こういうふうにね、思うんですね。まあこれ、ウォルツアーという人がね、正義の戦争についてね、書いてますけど、今度また抗議してもいいんですけれども、これね、正義の戦争、例えばね、 どういうことが正義の戦争これはね、戦争って言葉自体は使わないんですけれども、事実上の戦争です。例えば、どこかって言ったらですね、一番わかりやすい事例で申し上げますよ。私がこれは正義の戦争だというふうに判定できるのはですね、湾岸戦争ですよ。湾岸戦争。湾岸戦争の時は、サダム・フセインというですね、イラクの独裁者がですね、クウェートに一方的に侵攻しました。侵略しました。クウェート一家国でこれを守ることはできません。この時に、 国際社会に訴えて、集団安全保障。まあ、具体的には集団安全保障までいかなかったけども、事実上の集団安全保障が機能して、アメリカを中心としてですね、世界中がクウェートの側に立ってですね、戦って、サダムフセインを追っ払ったんです。まあ、あの時ね、もっと言ってね、あの、サダムフセインまで倒しとけばよかったという論理もあるんだけど、まあ、そこはさておきね。だけど、基本的に、そういうふうなですね、正義の戦争と。でいう、これ正義じゃないというふうに言うんならね、 じゃあ、サダム・フセインがやってる時にね、クウェートがやられてるのはね、しょうがないじゃんと。来たんだからもう、全ての戦争はダメえともう、助けてくださいよ全ての戦争はダメって言うとって、 じゃあ我々どうするんですかすべての戦争はダメ。これサダム不戦喜ぶだけですよね。だって自分たちが攻めたら全部取り行けるんです他の国攻めたら行こうが何しようが。人らだって喜ぶ論理ですよ。すべての戦争はダメというふうに言うんだろうど、んどんいっちゃえという話になってくるから。すべての戦争はダメっていう理屈はね、なんかね、まるで人道的に聞こえるかもしれないけど、実は一番非人道的なことを言ってるんですよ。自衛戦争まで否定するなんてのはありえないし、国際社会がその自衛する側にね、立って応援ですると。 っていうののはねここれ当たり前のことなんですよだからそれをねやっぱこれ否定するっていうのはねで正義の戦争論が圧倒的に強いと、まあ、言ってますけれどもそれは当たり前ですよ国際社会に聞いてごらんなさいと正義の戦争ね、えー、あるかないかと例えば他国が攻めてきた時にね地獄のために戦うかあるいはですね国際社会と連携して戦うかこれを否定する人っていうのはね それはね、敵国のね、なんか回し物じゃないかというふうに思われても仕方ないですよ。帰国するときに買ったお土産は、プーチン大統領の顔が印刷されたトイレットペーパー。ウクライナの首都、キーウ、昔のキーフで売られていた。武器を供与するやり方もあるが、こういう意思表示、レジスタンスもあるのではないか。パッパパラリラしててけがわかりません。何要するに、プーチン大統領の顔が印刷されたトイレットペーパーってことは、プーチン大統領の顔で、 えー、その、老けってことですかね。そ、それ、ね、この方はだから家で、プーチン大統領の顔をね、こう見て、カーっと睨みながらですね。こなんか、あの、用足した後にこう、な一生懸命やって、 へへへ、ザマミロこれプーチンめ、みたいな。あったもん大丈夫かという。で、こういうレジスタンスのやり方もあるのではないかと提案してらっしゃるけど、じゃあそれ、あの、ご自身で売り出したらどうですか日本でね。プーチン大統領のトイレットペーパーね。悪趣味だとしか思えないですよ。ウクライナの人がね、腹立ってそういうことをやるのはまだわからんでもないけど、それを買ってね、私はレジスタンスを応援してるってね。これね、あの、人生いろいろじゃないけれどもね、 ねえ、滑稽でしょとしか私には思えないですね、うん。若い頃っていうふうにあれになりますけどね。若くもないですよ、この人。おかしいでしょ レジスタンスがね、じゃあ何我々もね、じゃあ何台湾の人がですね、台湾を応援するためにじゃあどうしたらいいかと。台湾にね、軍事侵攻、習近平がね、軍事侵攻したというのがあったらね、じゃあ一丸となってね、トイレットペーパーに習近平の顔を書いてですね、で、全国民に配布してですね、トイレの時これで使えと言って、これで、あの、流してやれと。真面目に言ってるとしたら、も、ま、う、あ、ちょっとおかしすぎるでしょ、本当に。ちょ、大、大丈夫なのかと。